八代市市街地循環バス、八代市街地循環バスみな、バスとは、熊本県八代市で運行する、八代市街地循環バスの一つ。2010年10月1日より、運行開始。2010年10月1日に、八代地区のバス路線ダイヤ改正に伴い、新設された循環バス。ダイヤ改正前の第一環状線、第二環状線。 四八代シャトルバスがこれに当たる。八代三港、起点、終点都市、八代宮前、八代市役所、本庁緑地公園、熊本総合病院、八代ハーモニーホール、八代駅前、新八代駅西口、老彩病院前、臨港線、四八代ショッピングセンター、八代高校、市博物館、夢タウンなど、八代市街地の主要施設を経由する。 運行時刻は平日、土曜、非祝日共通で、左回り循環15便と、右回り循環13便の2ルート28便から、なる。過去の第1環状線、第2環状線の起点、終点は、八代三考で、宮所の、新八代駅東口なども経由しており、夢タウン八代、イオン八代ショッピングセンターは経由していなかった。 2017年10月ダイヤ改正により、八代市役所から八代参考へ、奇襲店を変更し、系統番号の新設、左回りを二便増便、運賃の見直し、複製元町を経由するルートへ変更した。参考バス八代営業所2017年10月1日運行分より一部の、バスの車体ラッピングのデザイン更新工事を、行っており、 今後も順次行われる予定である。同じ八大市街地循環バスの町バスと、同一車両を使用する。八代市地域公共交通再編実施計画、八代市地域公共交通再編実施計画の、国土交通大臣認定広報八代2017年9月号、p 1 p 1 1より阿蘇、小国、高森、八代ダイヤ改正に伴う運行内容について、 アーカイブド2017年9月15日、アットザウェーバックマシン。2017年10月1日ダイヤ改正のご案内アーカイブド2017年9月18日、アットザウェーバックマシン。八代市街地循環バス新デザインお披露目式と路線バスお別れセレモニー広報八代2017年11月号、P30 により、ありがとうございます。